港町ならではの新たな通学方法ができました。静岡市清水区にある東海大学静岡キャンパスは新学期に合わせて今日から学生向けの通学船の運航を始めました。清水魚市場のそばにある港に姿を現したのは、普段は遊覧船などに使っている船。これが東海大学が始めた学生のための通学船です。この通学船は JR 清水駅に隣接する江尻乗り場から清水港を横切る形で、三保半島にあるキャンパスそばの折戸乗り場の間をおよそ20分で結びます。初日の今日は海洋学部と新たに誕生した人文学部に通うおよそ80人の学生が船に乗り込みました。富士山をバックに学生を乗せた船が出港しました。まさに文字通り新たな船出です。これまで学生は JR 清水駅などからバスで大学まで通っていましたが、朝の混雑する時間帯には40分以上かかる日もあったということです。いやもっと揺れるもんかと思ったんですけど、全然揺れなくて快適ですね。海が近くなるというのがあるので、すごく学びやすくなるのかなと思います。この東海大学がこういった取り組みをしだしたことに関してはいかがですか？面白いなと思います。やっぱりワクワクしますか？そうです、海洋学部ならではやなって思います。さらにこの通学船にはこんな期待も寄せられています。通学船がさらに地域の皆様と共に展開をし、よりこの静岡清水の活性化の一助になればと。学生が通学のついでに清水港周辺を巡ることで、地域との新たな交流の場が生まれることも目指しています。この東海大学の通学船、今月11日からは1日7便程度運航される予定です。はい、船に乗っての通学なんて素敵ですね。はい、大学生向けの通学船というのは全国的にも珍しいそうです。そうなんですね。またですね、気になる料金、学生にとってお金は大事だと思いますけれど、はい、10枚綴りの乗船券が3000円、1回300円という計算です。